知ることから始めるサステナブルファッション、ミラの Did you know? 今日は同じくエルガリーニのミナミちゃんに来てもらってます。エルガリーニの浅野みなみです。ミナヤというケータリングサービスを主催していて、走ることがすごい好きで、フルマラソンを今までに6回走ってるんですけど、ゴーガールという女の子だけのランニングコミュニティを運営しています。最近意識してるのは、フードロス、私がその料理の仕事をしてるので、うん、野菜の皮とか切れ端とか、そういらない使わない部分がすごいもったいないなって感じていて、うん、野菜の皮とかの方が実はすごい栄養があって、調理法次第で捨てずに済むから、あとはそのやっぱ走りに行くときに、なんか今までは現地に着いてからペットボトル自販機で買ったりとかしてたけど、うん、まあ、最近は自分でマイボトル持ち歩くようにしたりとか。今日そんな普段から運動してる、みなみちゃんにもぜひ試してほしいエコな素材を使った、話題のシューズブランドオールバーズの方にお話を聞いていきます。それでは今日のレッスンはこちら。はい、一つ目は従来のスニーカーはどんな素材で作られているの、二つ目、サステナビリティのムーブメントはなぜ起こった、うん、三つ目が、サステナブルな企業が抱える課題はあるのか、うん、この今日は三つをやっていきたいと思います。それでは Let's go! レッスン前に恒例の What's in my bag? バッグの中身を紹介していきたいと思います。まずバッグからなんですけど、これは See you yesterday っていう、うららちゃんっていうフェアトレードとかファッションのことについて発信してる、女性がいるんですけど、がやってるブランドのバッグで、中身はですね、まあ、まず前回と同じ携帯ですね、財布、メイクポーチなんですけど、ここに入ってるブランドが全部クルエルティフリーって言って動物テストをしてないブランド、うんうん、なんかヒロインメイクとかもね、動物テストしてない。知らなかった。とか日本に最近入ってきたトゥーフェイストのこれね、アイシャドウパレットなんだけど、イヤホンが2個入ってる。あと水、今日はペットボトルを仕事でいただいてしまったんですけど、リサイクルしたいと思います。60点。あ、60点10点アップ10点アップです。60点。たったらじゃあ、みなみちゃんのバッグ、はい、教えてください。今日のバッグは、はい、ヴィンテージショップで買った建造の昔のバッグです。財布もこれはグッチの昔の携帯と名刺入れと、うん、あとはキティちゃんのポーチ。かわいい、かわいい。中はリップとか、まあ、ピンとかが入ってる、うんうん、ここバッグが入ってる。点数高、これは高得点。高得点じゃないでしょうか。ジョンマスターオーガニックの、あ、ハンドクリーム、エアポッド、キラキラじゃないこれ。今日着てるパーカーは、うん、あの友達がやってるブルンシュマーケットっていうブランドのパーカーなんですけど、その買い物に行くときにエコバッグを持って行くと、あの割引がある。確か500円引きとか。そう、環境に意識したファッションブランド。まあ、ヴィンテージのお財布とバッグと、エコバッグでしょ、うん、マイボトルとかちょっと今日持ってないんですけど。うん、80点ぐらいじゃないですか。お、イエーイ。なんかマイナスがない。レッスンを始めていきたいと思います。今日の先生は、1月に日本上陸した話題のサスティナブルシューズブランド、オールバーズの箕輪さんです。よろしくお願いします。お願いします。オールバーズのマーケティングを担当している箕輪と申します。よろしくお願いします。オールバーズは、サスティナブルなマテリアルを中心に作られた、シューズ、およびソックスを、販売しています。今回持ってきたのは、はい、ウールランナーと言いまして、はい、メリノウールからできたアッパーの素材に、ミッドソールはサトウキビをベースにしたもので、気持ちいい。で、シューレースは、ちょうど2本で1本分のペットボトルから作られたシューレース。これ?になってます。かわいいこれ。じゃん。書いてある。気持ちいい、すごい。ち踏まずにフィットされた、うん。そのサポートがある靴だと圧迫された感じとかがあるんですけど、うん、本当にこれはストレスフリーというか全然気にならない。そこが変な癖がなくて、うん、裸足に近い感覚、うん。ランナーの方はこれをマラソン大会に行く会場に履いていくって言ってました。思いました。めちゃめちゃ箱が可愛いんですよ。ね、これ実はこの箱がこうショッパーになるんです。靴紐は3色ほどお店には
こうフリーで持っていける色がありまして、まあ、これだけテープして、うんうん、こうやってありがとうございます。めっちゃいい。かわいい、これで持ち歩くの。二人創業者がいまして、一、はい、人はニュージーランドの人で、はい、もう一人はアメリカの人なんですね。はい、でニュージーランドの一人は、もともとプロのサッカー選手だった。もう一人のアメリカ人のデザイナーの人が、マテリアルの研究者でして、はい、ニュージーランドの彼、ティムって言うんですけど、ティムが、まあ、ビジネスのアイデアを持ちかけて、二人で一緒にやっていこうと。どうせなら、そのサステナブルなマテリアルを使ってやればいいんじゃないか。うん、でニュージーランドといえばやっぱ羊なんで、はい、まあ、G2Q 認証って言うんですけど、生産者たちがちゃんと集まって、まあ、日本の農協みたいな感じですよね。彼らのビジネスも考えるような、で、さらにその高品質なウールを提供できるような、まあ、地元の団体と一緒にやりますと。うん、では、一つ目のレッスンを始めていきたいと思います。基本的に二つ方向性があって、一つは天然皮革と呼ばれるもの、はい、うん、まあ、動物の皮を使ったりとか、うん、条約で規定されてますけど、まあ、クロコダイルの靴とかね。もう一つは人工で作ったあのマテリアル、はい。実は同じ商品。うん、でも、白と黒の靴があったら、はい、実は白が天然皮革で、黒は人工皮革だったりとかする場合もあるんですよ。いろんな着色の問題とか、うん、関税の問題とかあるんですけど、うん、創業者の一人がね、あのエンジニアだったんですね。はい、彼のビジョンとしては、まあ、オールバーズはマテリアルイノベーションカンパニーになりたいと。マテリアルを通じて、こうサステナブルな世の中を作りたいと。社会全体にちゃんと還元できるような、ビジネスをこう作ってる。あのメッシュで作られてる素材。はい、これはあの南アフリカのユーカリから実は使われてるんですね、はい。で、ユーカリの木を裁断したものをこうウッドチップにして、はい、で、それをこうニットにして編んでるんですけど、サトウキビでできたミッドソールに関してはカーボンネガティブって呼んでるんですけど、はい、あのサトウキビが二酸化炭素をこう吸収する量がありますよね。はい、成長するために、はい、で酸素を排出するじゃないですか。はい、で、我々が靴を作るときに、はい、まあいろいろ燃やしたりすると二酸化炭素をこう排出します、はい。その量がどっちがこう多いんですかと。で通常で言うとその二酸化炭素を排出する量が多いんですけれど、はい、まあ、オールバーズの新しいフォームを使うと、まあ、二酸化炭素の排出量がかなり抑えられると。今はちょっとちゃんとお話できてないんですけど、うん、あの実際に今オールバーズの社内で進めているのは、この靴が作られるまでにどのぐらいの二酸化炭素を排出してるかっていうのをこう数値化して、まあ、みんなに見せていこうと。なんでまあ食料のカロリーと一緒ですよね。うん、そういうのを我々がこう積極的にやることによって、まあ、他の企業さんですとか、まあ、みんなの意識がこう変わっていくんじゃないかと、うん。企業からそういうデータを自ら発信するのは、なんか信用にもこれからの時代つながるような気が勝手にしました。サステイナビリティムーブメントというか、海外ではもうすでに流行りだとは思ってるんですけど。ブームじゃなくて、ムーブメントってすごいいい言葉で、はい、あの、一過性なものじゃないし、こう、自分たちのこの生活の一部になっていかなきゃいけないって、うん、若い世代も上の世代もこう、気づき始めたこの数年間だと思うんですね。はいはい、やっぱり企業だったりメディアが動かないと、私たち消費者側がこう、知るきっかけってなかなかないと思うんですけど、うんうん、そもそも企業とかがそういうことに気づかされるきっかけとかって何かあったりするんですか？まあ、政府からの声と、やっぱ民間、それから消費者からの声が、こう、うまくこう今、融合してるんじゃないかなと思ってて、やっぱ SDGs のあの17のゴールと170ぐらいの目標について、国連で発表されてから、まあ今、ちゃんと政権の方がしっかりこれをコミュニケートしてるし、まあ小学校から大学生まで、レインボーのロゴをちゃんとみんなでこうね、つけたりとか、はい、その意味を理解し始めてるじゃないですか。はい、アメリカでオールバーズが特にこう、受け入れられるようになったきっかけって、どんなものがあった、はい、うん、まあそういうプロダクトの良さがあったんですね。うん、はい、で、それともう一つは、その裏にあるこのストーリーが良かったのかなと思ってます。うん、そのサステナビリティについてのこう注目も高まってきましたし、うん、で、特にそのシリコンバレーで活躍している方々が、うん、投資もしてくれましたし、実際に着用もしてるんですね。で、まあ彼らはやっぱりソーシャルにこう、すごい強い力を持っていて、うん、発信力もあるんで、まあ、自分で気に入ったものを共有したい。まあ、その思いがこうちゃんと広まって、支持されてきたのかなと。そのオールバーズさんでもまだ抱えてる問題だったり、うん、次のこう、ステップとかってあったりするんですか？うん、
ね、日本人はエコに対して関心が低いとか、ね、SDGs の理解がないとか、そういうふうにこうね、調査だったり言われたりしますけど、ニューヨークのお店より売れてるんですね。なんで、そういうのを見ると、やっぱり日本の方々もちゃんと反応してるし、うん、それを多分自信持って言いたいと思う人、うん、言える人々がやっぱり日本にもまだ全然いっぱいいて、うん、だから常にこう、楽観的に見なきゃいけないのと同時に、はい、サステナビリティは待ったなしなんで、SDGs 待ったなしなんで、あと10年間であのゴールをちゃんとね、達成しなきゃいけないんだっていうコミットメントをみんながちゃんとしているのか、まあ、日本で働いているね、NPO の方々とか、そういうアクティビストの方々って、大体こう、なんだろうな、意識高い系みたいに片付けられるじゃないですか。うん、でもみんなが意識高くなきゃいけない世の中で、その意識高いとか高くないとか、もうそういう次元の話じゃなくて、みんなのこの小さなアクションをしなきゃいけない、まあ僕らが抱えてるのはそういうムーブメントを、まあ靴から始まって、人々のその生活にこう浸透できればいいかなと思う、うんうんうん。まあいろんな靴のブランドがあると思うんですけど、迷ってる時にサステイナブルな方に手を伸ばせるような、伸ばすようにするアプローチっていうのは、なんかどういうふうにしてますか？うん。うん、靴で大事なのはフィットだと思う。はい。それ以外はやっぱその靴の裏にあるストーリーをどれだけ自分がこう変えるか。うん。我々の使命としてはそのストーリーをどれだけいろんな方に知ってもらえるかっていうところで皆さんのチョイスに入ってくればいいかなと。うん、今回いろいろ、まあ、ランナー、特にでも靴の関わりが多い、みなみちゃんだと思うんですけど、どうでしたか？なんだろう、自分が靴を実際に買うときにそういう、なんか環境とか意識したことが正直なかったから、うん、これからはそう自分もそう本当意識が変わるし、うん、なんかそういう知識が入ったことによってなんか人にも勧めやすい、こういうところがいいんだよって人に教えれるのをすごく、うん、なんだろう、入っててもなんかいいことしてる気分っていうか、うん、気持ちがいい。オルバーズに限らず社会全体がより良くなるために自分が何できるかみたいなことを考えていて、一つ思ったのは投票に行った方がいい。あで今感じる、政府とか政治に関して文句言うんだったら投票行かなきゃいけなくて、高齢者の方々は若い人より倍投票率がいいわけですよ。 1.5 倍人口が多いわけですよ。で若い人がじゃあ地球を変えたいからこういうことしたいんです、教育とかに、ね、お金かけてください、自然環境を保護したいんですって言っても、高齢者の方々、有権者がサポートされてるから、うん、年金とかどうしても福祉の問題とか健康の問題に高齢者向けになっちゃう、行っちゃうんですよね。だから若い人は本当に変えたいって意思があるんだったら、やっぱ今民間が変わってきてるんで、うん、政府系を変えていかないと、若いからこそ僕は投票に行かないと世界は変わらないし、日本はそのまま変わらないんじゃないかなと、うん、政治家が高齢者に向けてしか政策を言わないから、うん、投票するのもなんか年金とか関係ないしみたいになっちゃって、まあ、自分でこうどういう人とサポートすればいいのかっていうのをこう見極めて、アクションしないとやっぱ変わらないから、政治も変わらないし社会問題も変わらないんじゃないかなと思う。ズーンってきました。ちょっとやることが満載です。やることが増えた。それでは皆様、最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。そしてエルガールの他の動画もチェックしてね。ありがとうございました。またお願いします。バイバイ。